ヘニー熊です。決められた金額でクレーゲーム対決。本日ですね、ベデックス川崎店さんにお邪魔しております。はい、いやーありがとうございます、特別な許可をいただいて撮影しておりますので、はい、皆さんは決して勝手に来て勝手にやるような真似はしないでください。山、はい、ほどクレーンゲームあります。初めて。僕は初めてです。今回はですね、私たち3人でクレーンゲーム対決。使っていい金額、ルーレットでランダムで、ね、決められちゃいます、勝手に。その金額を上限にして、今からクレーンゲームします。あの制限時間なしです。その金額使い切るまでやり放題。でですね、はい、例えばよ、はい、1000円、5000円、はい、1万円ってなってするじゃないですか、はい、1000円の人より1万円の人の方がいっぱい取れるに決まってるじゃないですか。よっぽど下手くそではない限り取れた景品を持って帰ってメンバーにジャッジしてもらう。これ1000円でこんだけ取れたんだけど、どう？俺1万円でこれしか取れなかったんだよね。これ見る人によっては1000円の人に軍配上がる可能性ある。確かにね、メンバーの気持ちをキャッチするのも大事だし。これ上がってないの？はい、はい、ゴミの会話しやがって。じゃあ早速ね、担当金額入れていきましょうって話なんですよ。今回は1000円、2000円、3000円、5000円、7000円、1万円でございます。ここは間を取って5000円かな。5000円マジで5000円引いた。力こそパワーです。このおっさんそこに書いてあるって言ってるだけなんだけど、いくら？2000円、2000円。まあ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 いいんじゃない。大体10個は取れるから。え？だって1個全部やれば。じゃあ早速やってみますか。なんでだよ。1万円、いや1万円までちょっとハードル上がるから怖い。2000円、3000円、5000円になりました。力こそパワー。トップバッター、エニーちゃん、ご予算2000円ということで、時間制限はないので、もう好きなもの選んでください。500円入れて6プレイできるものがさ、得だよね。全部あれだからね、メンバーの心をもしか使わないといけないから、もう、量とかもあるけど、やっぱね、メンバーの心引くって言ったらアニメのキャラクターなんですよ。俺これ行くわ。本当本当。ヒソがね。知ってるよ、ヒソが。俺も知ってんの。ああ、どんな人、どんな人？アイドーってやつでしょ。バンジーガム使うんだよ。そうでしょ、バンジーガムだよ。100円でやんの結局？いつなんか100、あのね、100円ワンプレイしかできなくてさ。じゃあ行きます。絶対100円ずつ入れてたら引くれっかね。うわ、マジか、最悪。おー、これね、もう一回やり始めたらね、取れるまでね、やった方がいいんですよ。ちょっと待って、落ちてる、落ちてる。ちょうどいいところに入ったね。いや、いいのか、それ。あ、戻ったやん。やっぱいいや、もうちょっと、次行きます。いや、200円飛ぶ。うわ、すげえ、イルミド、マジ嫌い。うわー、ダメかな。やばいね、ヘンリー。完全に落下しないと獲得ならないからね。そりゃそうだろ。けどもうこれでヘンリー取れなくなったもんね。お前2000円で10個取るって言ってたよ。うわ、めっちゃ綺麗になったって。もうマジどうしよう。待って、マジでむずいんですけど。どうすんどうすんの。ちょっと教えて教えて。マジで怒んない。あれ、ちょっと待って、やめて。いやー、これそこではねえだろう。いや、絶対違うじゃん。絶対違う。いやー、マジか。やばいやばい。500円無駄にした。待って、お一人様1個までって書いてある。取りやすいんじゃないの。取りやすいってことじゃね。どうすればいいの。マジでわかんないんですけど。あー、ちょっとあれじゃない。でもちょっと、ほら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 。あー、ダメか。やばい、こいつゼロあるぞ。いいの見つけた。何？いやいや、捨てた。鬼滅の刃に激甘設定大チャンス、これでしょ。お兄ちゃんね。そう。いや、お前知ってる方だね。水柱のお兄ちゃんでしょ。ちげえよ、マジで。もう書いてるもんね。水柱の隣、風柱って書いてあるんだろ。そこに置いてあるの風柱だろ。で、お兄ちゃんでしょ。待って、なにこれ。どうすればいいの。メンバーが喜ぶって言ったらこういうさ、キャラモンでしょ。でもお前の予算2000円なんだぜ。やっぱ胃袋つかむんだったらこういうなんかさ、やっぱメンバーこれ食わそうとしてるの。これ胃袋つかむって、お前これ食わそうとしてるやつの発言だから。まあ、激甘ってどういうことこれ。激甘なんだよ、おめえがしょっぺーだけだよ。待って、マジでどうしていいのかが本当にわからない。はい、おお、めっちゃ動いた。あー、もうどうしよう。ちょっと待って、おめえ本当に肌綺麗だな。キモくないおっさん同士で肌ポムポムやってる。うちのジュニアちゃん見てみる。ボロボロだ。そうだよそうだよ。ちょっとずらしてさ。おお、立った立った、いいじゃんいいじゃん。こういうのが必要じゃん。あ、分かったねー。いや、ほらほらほら、動いてる動いてる。これで真横にできたら完全にゲットじゃん。あ、やべ、赤すぎたかも。あ、待って、おー
わーおー大きい声はやめて。あー、びしょ。うん、もうここまで来たらね、あとはもうここかな。え、フードレイフなんで横一緒じゃないの。横一緒じゃないの、これ。あー、いける。あ、いった。大きい声出てるよ。え、待って、もう俺これにもう全集中する。ここからね、こういって。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。振ってしまった。あといくらちなんだと600円です。これはマジで取りたい、ね、さあ考えてます。あれメガネで今計算してたら、レあった。パイイコール 3.1 億。おー、来た。ガリレオだ、これ。円周率求めないといけないからね。円周率求めなきゃいけないからねって、お前。 3.14 だから。やめろ、あんま数学の話すんな、バカバレるぞ、お前。もうバレてんだよ、もうテストでバレてんだよ。あの後、スタッフの気遣いすごかったんだよ。あと400円しかないからどうしよう。マジでワンチャンゼロあるじゃん、お前。あ、やべ、やばかった。ラスト100円です。マジかよ。いや、マジこれ全集中する。もう今ガリレオ来てるよ。いや、絶対そっちじゃないよ、攻めるべきなの。来たよ。全然ガリレオってない。あ、やばかった。ここでクマの100円だ。いや、でも2000円で取れそうだもん。取ればよかったじゃん。いや、じゃあこれリメンバーミーでしょ。メンバーにやるやつでしょ。3倍ミーだから。はい、ということでやってまいりました。3000円担当クマちゃんです。よ、3000円の男。いや、クマちゃんは、さっきね、店員さんがなんかすごい甘いのあるよって教えてくれたから。ちょっと待って。あ、え、これまさかの。え、待って、これミオリネさんとスウェットとミオリネさんとこれセットで取れるの。こっち映せやん。いや、今喋ってるから。そう、喋ってるから。お、トラファルガーロー。トラファルガーローだよ。トラファルガーローだよ。どうかな、クマ。行こうか、クマ。はい、分かってるよ、そうなってること。マジかよ。しかも、エッグヘッド編、あの、いっちゃん新しいルフィの。ルフィ取ります。変に見てるの、こうやんだよ。ほら、これで動くだろ。めっちゃ動くだろ。すげえじゃん。俺上手くね。え、見てろよ、こうやんだ。なんか聞こえた？これマジもう取るよ。ごめんけど。これもうごめん。取るよって言ってたよね、今。うるせえな。キャンキャンしたくないの。いっぱい他にもお客さんいるんだし。あ、雑誌出たいの？あれ？お前ちょっと疲れて喋んなくなるの何なんだよ。いや、どうだね。いや、でも入れたいとこには入った。まだ俺300円目だから。ちょっとごめん、黙るって。お前は煽ってんだよ。お前煽ってんのに無表情でカメラちゃんとやんなよ。これマジであと少しだから。これから見ると少し。ヘンリー見てろ、お前こうやんだよ。全然完璧ではなかった。でも人間ってそうじゃない。完璧って人間いないからね。いないよね。うん。これまだ500円600円くらいだから。マジでこうだろう。ここまで来たらこうだろう。いやー、あー、爪入んなかったな。入んなかった。入れたいところではない、そこは。おー、あー、ちょっとな。来た。やばい、もう分かんない。どうすればいいこれ。いや、俺も分かんなくて思ったからさ。なんぼよ、あと17,700円。え、まだそんなにあんの。そこ引っ掛けたくない。うわー、真横になった。今度はやべ、分かんない。こっからどうすればいいの。でも俺と一緒に仲間になろうよ。あ、やっちゃった。あー、もし、なんかもったいないわ。もったいなかったね。かわいいって言うさ。やっちゃった。あー、せっかくあそこまで ねよくしてもらったのに。そう、いける？
やばい、もう分かんない、どうすればいいのこれ。さあ頑張れ床屋の息子。八百屋だよ。合いの手って何、さっきから。いや違う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 、ちゃうねんちゃうねん。今のはひどい。いけるか。でも取れそうじゃない。いや取れそうだよね。いけるんじゃないの。いける。本当にわかんない。いいの分かんないもん、その進めちゃって今更帰らんねえだろ。俺やるよずっと。あ、すいません。はい、2回目のアシスタント。何回目だお前。そう、2回だよ。本当に一途に同じとこやってれば助けてもらえるんだよ。バカ。もうこれゲットするしかないよ本当に、うん、決めちゃおうこれ。もう思いっきり押せっつってたね。アドバイスくれたから。ああ。すごい取りやすいような状況を作ったのにさ、おかしいよね。戻しちゃったからさ、笑っちゃった。いや、アームが突っかかるな。あの棒に触れちゃダメなんだ。戻る戻る戻る。かわいいチーズがめちゃくちゃ。これね、後ろの方上げろっておっしゃってました。これでさ、なんか取れてもなんか情けないようにしか感じないんだけど。サポートしてもらったんだから取ってください。アームがあそこに引っかかっちゃうのよ、さっきから。これちょっとさ、よく、おお、きたー。セコい手使ってるから。セコくはない。だって俺何もしなかったのに、なんか3回は助けてもらって。いやいや、過保にします。お、あれだね、あの今やってるエッグヘッド編のね、ルフィさんね。じゃあ次行こう。はい、次は何するんですか。残りいくら。900円。ああ。いや、まあ残った残った残った方が腹立つから一回変にこうぶん殴る気持ちで。うわ、やばいわ、やばいわ。もう誰が具志堅用語だわ、これ3人でできるよ。お、いいじゃん。お、いいね、ゴリラ。殴っていいの。あ、殴っていいよ。クマ、最後カメラだ。さあ、98じゃ天下一武道会の本戦に出場できないわ。助走つけんのなしって言ってたろうが、お前。あ、そうなの。大して変わんねえやんね。現実的に900円って取れるものを狙うわ。もう900円しかないから。あ、うん、あ、俺これ食う、これ食いたい普通に。これ美味しいやつだ。これ持って帰ったら普通に喜ばれるよ。確かに。じゃあここに全部作ります。あれ、はいはい。あ、あー、すかした。あ、でもでも、あ、いけそう。同じとこ行っちゃった。いいじゃない。あー、あー、けど、あー、もうもうもう、ずらしてずらして。しかもこいつ軽いからね。角も立つぞ。後ろじゃない？ほらほら、行くよ。見て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 、かなり進んでくるくない？あ、でも、これ多分もう行くぜ。届かないんじゃない？あ、届かねえのか。あ、そっか。あ、やべ。あ、後ろの棒に引っかかっちた。ラスト100円。やばいよ。これでできたらすごい取れたか。ここだろ、ここだよ。やばい、朝かった。いや、いける、いけ、いけ、頼む頼む頼む。取れたか、取れたかください。うわー。じゃあ、くまくんがゲットしたのはそれね。みんな、あれでしょ、フィギュアとか言ってるわけじゃん。そういうのじゃないんだよ、俺が求めてるの。みんなの心掴むか。確かにありだ。でも取りやすいかもよ。あ、いいじゃん、配給のソースカツ。え、これ簡単に取れそう。そっち、そっち側に網入れんの。え、作戦があるんだよ。あ、縦にしようとしてる。え、そっちか。どこにいるの。あ、これで
入ればなおさらいい。多い以上やばい、めっちゃいいな、ほらやばいな、簡単に取れられる、これで入んじゃないの。え、めっちゃいいじゃん、マジこれやばいぞ、変に。でもあれだね、下の方が重くなってるからアームの力負けが、なるほど、あれだね、一気に厳しくなったんじゃない。いや最初だけ、もしかして絶対突っ込むべきなんですよ、じゃない。いやまあ全然もう5000だから余裕だ、俺5000円ぐらいあるから、遊ぶ時はないと思った。ウォーミングアップ、そうそうそう、お、なになに、あやめたーやめたー、やめたやめやめやめた、絶対簡単に取れる、単に次が諦めもしてた、絶対作戦ミスだってながら、おかしい、みんな大好き、大バイ、クリアー、いやーもう、おっきいおっきいおっきい袋が、どんだどんだよ、どんだどんだね、せこいことしてあれ取ったんだから、今日は頑張ったな、頑張ったね、3つもあるよ、もうここであの本題行きましょう、もうそろそろ、おっ、シェーってやつでしょ、これしげえよ、ギニューさん、シェーってちょっとあれやってみなくないかって、おお、気になる、何言ったの、これどう撮るの、このボタンね、あー、なるほど、こういうスタイルだね、聞きにくい、すごいよ、ほら個数制限ないって、目指すのは俺に、どのくらいのパワーが出るか、おお、どうすか、兄貴的に、これ今パワーマックスだからね、いやー厳しそうですね、かなりいったら今ね、いや力こそパワーだから、そうか、ミスター変なとこやってた、でも難しいマジで、おー、いいぞ、あー、ちょっとストップ、あー、じゃあ俺自分でやっとったら、本当はいい、本当はいい、あー、もう取ろう、ところであと残りいくらなの、お、あー、もういい、もうそんな長くなるだけだから兄貴、こいつ勝ちを確信してやがる、もう嘘、初めて見たこんな人、ギリ迷惑だと思う、それだけやめてほしい、え、嘘、間違いじゃないの、もしかして、エイさん、エイさん、さすがにこれは違う、お楽しみのとこごめんけど、さすがに違うんじゃない、せめてこことここでやればいいじゃん、すっごい目でシンクロ、シンクロ、いやこいつ普通に取りそうだからやだ、いや普通に一個ずつやってる、おお、すごい、おお、惜しい、惜しい、これどこなんだ、あ、勝負師の顔してる兄貴が、あー奥すぎたね、奥すぎたね、これルッチとルフィ両方取れたら結構いいんじゃない、いや、うん、そうよね、確かに奥からなんかあれば転がって落ちるもん、おお、これはちゃんと今己の力になってる、すごいすごい、おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃない、やばい、エンジンが普通に超えそう、おやばい、いったわこれ、もうほぼ
これほぼ確定だよね。ほぼいったね。名シーン再現できちゃう。おお。これはちょっと浅い。あと600円ぐらい。おお、もうそんないってんだもん。これそうだね。いや、前撮りたい、これは。あ、いいとこ入ったんじゃない。いいとこ入ってるぐらいぐらい。今夜の晩ご飯、お前ら9時だもん。なんででしょう。めでたいから。へぇ、あといくら。あとカップ300円。じゃああと4回だ。いや、これいったんじゃねえか。これいったんじゃねえか。これ、いやー、いかない。勝ち負け大事だけど、普通にルッチとルフィそれ揃ってほしいね。あー、いいとこ入ったね。いや、どうだ。ほぼいった。エイジ、エイジ、これあれだよ。さっきお姉さんが言ってた、押せばいいってやつだよ、上から。ちょっとごめん、台変えるわ。バカじゃないの。ついにこいつ本気出した。そういうことだ、多分。あー、押してもいかない。あー、上げるとこそこじゃない気がする。今、これ物が今、虹に見えてるから、今。いや、ダメだよ。いや、ラスト100円なかった、これ。はい、頑張れ、頑張れ。わかんない、もう、どこ行ってるか。やばい。はい、ということで、はい、結果2000円のヘンリーちゃんが0、はい、3000円のクロちゃんが、まあ、ルッキーのフィギュア1個、5000円使ったエイジがルッキーのフィギュアが1つに、はい、お菓子がいっぱい3つ、3袋。じゃあ俺の勝ちでいいかな。まあ、そうしよう。じゃあ、ヘンリーがそうしたいんだよ。この動画なんだね。もう切るね、もう切るね。ただいま。はい、正直にヘンリーいないんですけど、はい、先に言うときます、はい、ヘンリー獲得0なんで。え、で、ちなみにいくらですか。僕は3000円。3000円と5000円です、僕は。ああ、もうこっからですから。勝負は3000円でこんだけ取れたよ、5000円でこんだけ取れたよ。いや、見たいですね。プレゼン対決なんで、はい、はい、わかりました。じゃあ3000円で僕から、はい、見せていきます。大丈夫ですか。自信が、自信がない、自信が現れて。いや、もうありすぎて、ありすぎて、わざわざして、わざわざして。熊ちゃん、3000円で取れたもの、こちら、ワンピースのグランドラインシリーズエッグヘッド、モンキー・ディルフィー。エッグヘッド、まあ今やってる最新シリーズの未来島エッグヘッドっていうところでのルフィです。うん、聞いてください、これ。はい、まあ僕3000円中2000円ぐらい使って、これ取れたんですよ。これを取りたかったの。まあワンピース好きなんで。確かに。めっちゃいいね。うん、めっちゃいいやんと思って。で、なかなか取れなくて、うん、なかなか取れないとね、クレーンゲーム屋さんって店員さんが助けてくれるでしょ。うん、助けてくれたの。助けてくれた。やってくれたってこと。いや、違います。まあ、ほぼそうですね。ほぼやってはくれてる。8割方もやってもらった。それじゃアーム届かないんで、じゃあちょっと直しますねとか、はい、こここうしたらいけますよとかアドバイスくれたりとか。アドバイスじゃないか、ほぼ。で、店員さん、2人助けてくれたんですけど、はい、お二人とも女性の方で。そっちの方。危ない。え、めっちゃいいよ。すごい、見て、ほら麦わら帽子がちゃんと紐まである。あ、ちょっとエジの顔が邪魔。ほら、これ麦わら帽子ちゃんと紐まで再現されてます。すごいじゃん。え、本当にすごいじゃん。怖い怖い怖い。それは海賊王になれるかな。銀河鉄道の話で、釣りないの、列車の車掌さんみたいな、厳しいんで分かる。本当に言ってた。いや、下からじゃね。エッグヘッド編のルフィはずっと麦わら帽子を後ろにかけてるの。こうなってるの。チーン。今のマイナスですね。嘘だろ。まあ言うて、クマちゃんの収穫はこのルフィこれだけだけとかじゃないです。楽しみです。気持ちはいいのよ。楽しみです。3000円です。3000円でこれだけね。え、なかなかさ、クレーンゲームの曲収穫やったことあるじゃん。ある。むずいじゃん、フィギュアとかと思って3000円とか使っちゃう。いや、むずい、超むずい。で、ヘンリーと同罪ってこと。もうほぼ全部、あいつはゼロ。100兆ぐらい差がある。いや、だからその3000円分の取れるようなものを取ればよかったっていう話じゃなくて。まあ、違う、これは俺だけ。言っちゃったじゃん。5000円引き。だいぶすごいですね。5000円引き。おお、袋に入ってる。じゃあまず、みんな大好きピザポテト。超うまいやつじゃん。これ大好き、これ。これ。そしてこちら、肩ポテコ。ポテコいいじゃん。はい。で、みんな大好き、はい、ホームパイ。すげえ。ホームパイ。結構すごくない？でこれ最後。引き。これもワンピース。そう。誰だか知ってんの？いや、ご存じないんで、とりあえずひき肉ですってやってた、ずっと。ロブルッチ。そうそうそう。はいはいはい。聞いてよ。はい。超簡単なやつなの、この辺のお菓子。言ったら、クマも超簡単にしてもらえればよかったっていう話じゃなくて。ねえ、それ一択しか狙ってなかったんでしょ。一択しか狙ってなかったの。
どんな戦いしてんの？お、すげえお父さんみたいな顔してる。クマのお父さんだ。俺切れられるの？でね、すぐ怒るのやめよって、キャンキャン言うのやめようって思ったよ。なんせ最近コメントでクマ安定にうるせえって。あー、ついに入ったの。でも、ハンディとエイジと一緒にクレーンゲームやってるしさ、こいつうるせえんだよ、ちょっと。俺がキャン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 言わなきゃ。いや、うるさい質が違うんだよね。そこもね、分かってないんだよね、吉本は。いやいや、違うな。あの、ルフィとルッチが、この人の拳がバーンってぶつかるっていう名シーンを再現したビデオなんです。ルフィの方を、最初狙ってて、でもなんか、ルフィはダメ、取れなかった。補正もあるくせに、大事だからここ。本当だったら、この両方揃えてさ、激山の台だったんだよ、こっちも。これね。ルフィも。こうやってバーンってやってるとこ完全に再現できれば、これはまあ、負けるところでやってます。なるほど。なんつってたあんたそっち側の人間か。違う。見えてるかなこれ。いやもうこれだけでもうかっこいいよ。かなりそもそもビリはヘンリーなんで。いやもうヘンリーいたと思うか。あ、いなかったか。いなかった、ほぼいない。じゃあちょ、はいはい、こっち。あーもう結果ドゥルル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 ルとかやれよ。これだってもう勝ちじゃん。あったら食べるしさ。え、でも待って、これルイの方がでかいよ単純に。いやでもいや勝負じゃない。こっちはもう取れた当たり前みたいなやつ取ってて勝負に出てるの。お気に入ってて。クレーンゲームってなんか結構頑張っていっぱい取るみたいな。はい、すいません、参りました。ということで、はい、けいちゃんの勝利。ありがとうございました。じゃあ概要欄にあのクマンチの住所載せてもらって。罰ゲームやば。